はい、どうも皆さんこんにちは、モーシンです。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今年一発目はお正月スペシャルということで、サトシ・ナカモトの闇についてお話していきたいと思います。2009年1月3日18時15分5秒サトシ・ナカモトが最初のビットコインを発掘しました。サトシ・ナカモトのビットコインの発明はアレキサンダー・グラハム・ベルが電話を発明したことに匹敵する歴史的な大発明というふうに言われました。ビットコインの発明者であるサトシ・ナカモトはビットコインの採掘の2ヶ月前に暗号技術に夢中になっているコンピューター科学者やハッカーたちの小さなオンラインコミュニティにこの発明を公開していました。この界隈ではサトシ・ナカモトの名前はすでによく知られていましたが、その正体は不明なままでした。その人物は世間がビットコインの話題を耳にする何年も前からサトシ・ナカモトというペンネームを使って掲示板に投稿したり、開発者仲間にメールを送ったりしていましたが、場所も国籍も本名さえも明らかにしていませんでした。サトシ・ナカモトはその後ビットコインを公開し普及するのを見届けた後、2011年4月に友人の開発者に、私は別のことをすることにしたというメールを送り、どこかに消えてしまいました。この人物をめぐっては世界中で様々な憶測が生まれて、いろんな人が俺サトシ・ナカモトだっていうことで名乗り出る人が続出してきたんですね。俺もサトシ・ナカモトだ、俺もサトシ・ナカモトだ、じゃあ一体本当のサトシ・ナカモトは誰なのか、その確信にたどり着く前に、まずはビットコインサトシ・ナカモトの歴史を振り返っていきたいと思います。ビットコインの生みの親の正体は現代最大のミステリーの一つと言われています。サトシ・ナカモトは何者なのか、そしてなぜその名前なのか、そしてサトシ・ナカモトはどこへ行ったのか。サトシ・ナカモトは莫大な時価総額を持つ新しい通貨を発明しただけではなく、100万ビットコイン以上を保有していると広く信じられており、その価値は現在の価値で数百億ドルになります。数百億ドルって言ったらもう世界の長者番付間違いなくランクインですよね。でも誰もその存在を知らないんですね。生きているのか死んでいるのか、本名なのか偽名なのか、そして男か女かさえもわからないんです。サトシ・ナカモトが手がかりを残しているとすれば、それは暗号資産の発明者である本人が2008年から2011年の間に書いたコードや主張の中にあるというふうに言われています。2009年にサトシ・ナカモトが開設したビットコイントークっていうフォーラムがあるんですけど、そこへの投稿を中心とした彼の投稿内容、それから主張が現在でも聖典のようにアーカイブ残されているんですね。この時点で何百万人もの人々がサトシ・ナカモトの言葉に目を通している、見ているんですが、当初は暗号メーリングリストっていうのがありまして、そこのメンバーになっている、発明の専門家だったりとか数十人のプログラマーのみが知っていたということでした。このメーリングリストにはサイファーパンクと呼ばれる社会や政治に変化をもたらすために暗号資産を利用することを提唱する人々が多く追加されていたそうです。サトシ・ナカモトは2007年の春、プログラミング言語 C++ を使ってビットコインの最初のバージョンのコーディングを始めたというふうに語っています。2008年には B-Money だったりとかハッシュキャッシュなどの暗号通貨を開発した暗号技術者仲間とアイデアを共有して、すぐに暗号メーリングリストでアイデアを共有したそうなんですね。俺はすごいものを発見した、発明したっていうことで、すぐにこの暗号メーリングリストの中でビットコインの存在を発表しそうなんですけれども、当初はメンバーから懐疑的な反応しか得られなかったそうなんですね。そこに参加してる人は暗号技術のプロなわけですね。その暗号技術のプロの人たちはこれまでいろんな人が画期的な発明をしては失敗してっていうのを繰り返してきた、その過程を全部見てきているので、サトシ・ナカモトが発明した画期的な技術に対して当初はあまり真剣に受け止めてもらえなかったということなんですね。そして2008年10月にサトシ・ナカモトが発表したビットコインの仕組みをまとめたホワイトペーパーを出しました。ただこれも世界を変えようとする発明と感じさせないほど控えめな表現だったそうなんですね。ホワイトペーパーには、私は信頼できる第三者が存在しない、完全なピアツーピアの新しい電子通貨システムに取り組んできましたと淡々に書かれていただけで、その内容が当初はあまり魅力的に感じられなかったそうなんですね。しかしこのホワイトペーパー9ページの方程式で埋め尽くされていた論説は、長年にわたってサイファーパンク界を悩ませてきた難題への解決策を示していました。
それまでのデジタルマネーの問題は二重支払い問題、まあ、これ簡単に言うと一度使用した電子マネーが再度使われるみたいなイメージなんですけれども、このようなことが起きてしまうと大変になりますよね。まあ、昔の音楽データって MP3 とか使ってね、CD に焼いてそれを買って販売したりとか、ネットで共有したりとかもバンバンやってましたよね。まあ、音楽だけじゃなくて映画の海賊版なんかも出回ったり、それで日本もね、規制が動いたりとかっていうのはありましたけれども、通貨においてこんなことが起きたらもう大変なことなわけですよね。しかもビットコインというのは形も、存在も見ることができない。このような通貨が過去の、まあ、電子ファイルと同じようにですね、複製されて乱用されてしまうのを防ぐにはどうしたらいいか。実はサトシ・ナカモトが提唱したホワイトペーパーにはこんなことが書かれてありました。我々はピアツーピアネットワークを使って二重支出問題の解決策を提案すると。ピアツーピアのシステムではクレジットカード会社や銀行のような中央集権機関がですね、取引を認証する必要はありません。サトシ・ナカモトは中央機関を必要とすることが初期のデジタル通貨の失敗の原因だと考えました。多くの人々は1990年代以降の企業の失敗を見て、もうこの電子通貨っていう考え方そのものが失敗だというふうに考えていたんですが、サトシ・ナカモトは中央集権的なシステムそのもの、これが問題の本質的な原因だというふうに考えていたんですね。その上で彼はこう言いました。私は世界で初めて分散化されたトラストレスなシステムを発明しましたと。このトラストレスシステムを実現するためにサトシ・ナカモトは全ての取引を記録した公開可能な共有台帳を提唱したんですね。彼はそれをブロックチェーンと呼びました。当時サトシ・ナカモトは大手投資銀行により運営されてきた金融システムの崩壊を目の当たりにしていました。これはおそらくリーマンショックだというふうに考えられています。そのため彼にとって既存の金融システムから独立したビットコインの開発はとりわけ魅力的だったようです。サトシ・ナカモトは従来の通貨の根本的な問題は通貨を機能させるために必要な信頼にあるというふうなことを指摘していました。インターネット商取引の信頼ベースモデルでは決済代行業者のような第三者は仲介者としての役割を果たすことで報酬を得ているわけですね。しかしビットコインを使えばそのような仲介者そのものが不要になるわけです。まあ、そのような提唱が徐々に受け入れ始められてきて、2010年には暗号技術の分野以外のところでも注目されるようになってきたんですね。同年の12月、匿名により政府、企業、宗教などに関する機密情報を公開するウェブサイトの一つであるウィキリークスありますよね。ウィキリークスが政府の干渉を避けるためのツールとしてビットコインを開発したんじゃないかっていう記事がある紙面に掲載されました。しかしそれに対してサトシ・ナカモトはもっと別の文脈で注目されたかったと。ウィキリークスはスズメバチの巣を叩いてしまったようだ。そして大群は我々に向かってきている。そういうふうなコメントをしたようです。この記事を受けて世界中の機密情報機関だったりハッカーだったりジャーナリストがサトシ・ナカモトは誰なのか、その身元を探るために本気で動き出したんですね。まあ、おそらくここで言うスズメバチの巣っていうのは、まあ、サトシ・ナカモトのことを探し出すそういう情報機関ハッカーの方たちを言っていて、そのような人たちの大群が、まあ、我々サトシ・ナカモトに向いて向かってきているというふうに表現したというふうに思われます。そういった状況の中でいろんな根拠があぶり出されていって、あいつがサトシ・ナカモトだ、こいつがサトシ・ナカモトだっていうことが世界中で言われ始めたんですね。サトシ・ナカモトは個人情報を一切公開していませんでしたが、当時ピアツーピアフォーラムのプロフィールに、日本に住む37歳の男性と書いたことがあります。まあ、ただこれが本当の情報かどうかっていうのは分かりませんよね。じゃあ実際彼は一体どこから来たのか。サトシ・ナカモトは史上初のビットコインが採掘されたジェネシスブロック、まあ、一番最初のブロックですね、ここのメタデータにこんなことを書き込んでいるんですね。ザ・タイムス、2009年1月3日、銀行救済に2度目の公的資金注入へ。この文章はその日のタイムズ・オブ・ロンドンっていう、まあ、雑誌にですね、掲載されていた見出しから来ているんですね。サトシ・ナカモトは Favor, Mouse, Flat, Bloody Heart などのイギリス英語的な表現を多用しています。このような情報からサトシ・ナカモトがビットコインを考案した初期の頃から発明者はイギリスの出身またはイギリス在住であるっていうふうに考えられてきました。研究者たちはサトシ・ナカモトの様々なオンライン活動を分析し、住んでいる地域をイギリス GMT ですね、それからアメリカの東部 EST、 それからアメリカの太平洋 PST に絞り込んでいたというふうに言われています。サトシ・ナカモトは一人の人間ではなく複数のプログラマーで構成されたチームであり、その中には NSA アメリカ国家安全保障局の人間も含まれているのではないかというふうに考える人もいました。
まあ、これ実際いろんな説がありすぎて実際のところわからないんですけれども、一番有力とされた5人の人物を今日は紹介したいと思います。1人目、ドリアン・ナカモト、日系アメリカ人のエンジニアで、幼い頃の名前がサトシだったということなんですね。しかしドリアン・ナカモトさんはこれを完全否定しています。今でも一連の騒動を巻き起こした有名人としてサトシ・ナカモトのイメージ画像に使用されたりしているんですが、まあ、おそらく本人がね、否定しているということで可能性は低いんじゃないかなと思いますよね。2人目、金子勇。金子勇さんはファイル共有ソフト Winnie を開発した情報工学者で、天才コンピューターサイエンティストとして世界的に有名な方なんですね。Winnie は特定の管理者を不要とする革新的な技術だったんですけれども、悪用の危険性があるとして金子勇氏は逮捕されてしまいます。技術的にはビットコインを考案してもおかしくないぐらい天才の人物だったんですけれども、2013年に急死しました。3人目、クレイグ・ライト。このクレイグ・ライト、本名かどうかは分かりませんが、クレイグ・ライトと名乗るオーストラリア出身の起業家もサトシ・ナカモトじゃないかっていうふうに言われています。まあ、この人たちは可能性は低いっていうふうに言われているんですが、なぜ名前が挙がってきたかっていうと、サトシ・ナカモトだけが把握しているはずの暗号を使ったブロックチェーン、これをね、操作することによって自分がサトシ・ナカモトだよっていうふうに見せようと画策したんですね。しかし数々の疑問が拭えない状況が続き、クレイグ・ライト自身も創業者である、まあ、サトシ・ナカモトであるっていう主張を闇に撤回するようなブログを公表しました。なので可能性としてはかなり低いというふうに言われていますが、一応、一時ですね、話題になった一人ということで紹介させていただきました。4人目、望月慎一教授。望月さんは京都大学で勤務する教授なんですけど、アメリカ情報工学の有力者であるテッド・ネルソンが望月教授をサトシ・ナカモトの正体だというふうに主張した動画がきっかけとなり噂が広まりました。望月教授自身は無関係であるっていうことを明言しているので、可能性はかなり低いんじゃないかっていうことも言われています。5人目、レン・ササマン。天才暗号技術者として知られるこのレン・ササマンがサトシ・ナカモトだったんじゃないかっていう憶測もですね、根強く残っています。実際このレン・ササマンは長い闘病生活の末に2011年に自殺しているんですが、ササマンが自殺したちょうど2ヶ月ぐらい前に、サトシ・ナカモトは他の開発者に自分は今後この世からいなくなるだろうっていう意味深な暗号メールを送っていたそうなんですね。いや、みんなこれ可能性があって確固たる根拠をつかんだ人っていうのは誰もいないんですね。世界中の情報機関とかジャーナリスト、もう本当にいろんな方々が血眼になって探しても根拠が見つからない。これってめちゃくちゃ不思議じゃないですか。まあ、サトシ・ナカモトは逆に言うとそこまで徹底して証拠を残さないようにしていたということなんですが、ちゃんと隠れなきゃいけない理由っていうのがあって、アメリカ政府はドルに対抗する通貨を開発しようとしてきた人物を起訴してきた実績があります。FBI はアメリカの公式な貨幣や通貨に対する私的な貨幣や通貨システムを作ることは連邦法違反であるということを宣言していて、実際連邦検査当局は2007年に E ゴールドという新興企業の創業者たちに対してマネーロンダリングなどの犯罪を明確に防止するような仕組みが取られていないということで容疑をかけているんですね。世界を変える技術を発明したにもかかわらず姿を現すことはできない。しかもサトシ・ナカモトが持っているとされている100万枚以上の BTC は未だ放置されて動かされていないんですね。2010年のビットコイントークっていうスレッドの中でサトシ・ナカモトは自分が保有する失われた100万枚以上のビットコインは誰かのビットコインの価値を少し上げるでしょうと、なので皆さんへの寄付だと思ってくださいっていうことを投稿しているんですね。まあ、2023年まだ暗号資産市場は冬の相場を迎えている可能性はもちろんありますが、今後先を見通した時にこのビットコイン、そしてブロックチェーンという技術が未来を変えていく可能性っていうのは十分にあって、実際に未来を変えることでサトシ・ナカモトは報われるんじゃないかなというふうに思ったりしますよね。ちなみに皆さんはこのサトシ・ナカモト一体誰だと思いましたか？ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。